どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。血栓回ベラミーの自由タイプですね、こちらに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、ということでこちらのパーティーで行ってみたいと思います。フレンドさんにソクルフィーを、ですね、お力をお借りして行ってみましょう。はい、ではね、行ってみたいと思います。即以外のね、必殺技が、封じられてしまいますので、即、まあ即がたまれば、まあミホークですね、ミホーク14ターンなんで、そこまでたまればまあまあ大丈夫でしょうという感じです。まあベラミン自体がまあ割と回りやすいっていうのもあって、どうなんだろうって試しに行ってみたらね、あの結構 いけちゃうんだなっていう感じでした。どうですかね、皆さんもそうじゃないですかね。もう血栓サボに比べたらもうこれはこれは周回しやすいでしょう、きっと。そのような気がします。ターンもね、ためやすいですね。まあきっとあの、この大吉とハンコックではなくてもね、きっといいとは思うんですが、どうですかね。で、おそらく他の、打突と何でしたかね。まあ無理かな。まあキャラがそらね、揃ってないっていうのもあるんですよね。まあ今回はまあこれでいきたいと思います。うん、ここ自由だけかなって思います。よし、あ、もう全員いいですね。青筋はどうせね、使わないんで。はい、では、ベラミン来たので、行ってみたいと思います。まずミホークを打ちます。まあ意外にベラミンが体力少ないのが良かったのかな。で、フレンドさん、ルフィ、アルビダで、スロット迷宮を大きくしてもらって、まあこんだけね削れるんで、あとはほぼ殴るだけ。あ、惜しいこれで大丈夫。はい、こんな感じでございました。
どうですかね、何かもしよろしければ何か違うキャラが、ね、こういうキャラがいればいいんじゃないかっていうのをね教えていただきたいなと思います。皆さんありがとうございます。はい、ということで、今日は、血栓界ベラミーの自由タイプ行ってみました。あ、そうそう、他の野心とダトツは多分動画はありません。はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。